します。皆さん、時刻は8時30分になったところです。今日はここ、じゃん、阪急は川西の瀬口駅にやってまいりました、はい、今日はですね、緊急事態宣言明け、久しぶりにロングランをやってみたいと思っております。兵庫県入りしました、大阪から。ですね、今日は50キロほどの予定ですかね、はい、ちょっとコース詳細は、じゃじゃじゃーん、親玉龍二さんからお願いします。ちょっとよくわからないんですけど、よくわからない、まずは稲川沿いに沿って北上します。20キロほど、20キロ、はい、で東にとって、はい、一倉ダムの方に降りてきて、ほうほう、またここに戻ってくるというぐるりとの野瀬の方を一周するような、ぐるりと野瀬一周、はい、一倉ダムといえば桜が有名なところですね。そうですね、今はまだ咲いてないですが、はい、その辺を回ってここにまた戻ってくるという周回コースを目指しているということですね。はい、はい、それでは今日も元気に行ってみよう、行ってみよう。長い上り坂ですね。やっぱりね、たまにはね、テリトリーを出て違う勾配、違う長さの坂を走らんとね、おうおうおう、衰えますね。おうおう、衰えるというか刺激が入って楽しいですね。ところで純子さん、キャップかぶってありますね。 あのですね、いいですかちょっと、はい、これ見てください、この可愛いパンダちゃん。これはですね、なんとね、今栄養士の専門学校を通ってるんですけども、はい、そこで魚を下ろしてくださっている方に、声かけていただいて、純吉さんですよねということで、県力の魚徳さんですね。あ、そうなんですよ、はい、何度かお目にかかってるうちに、なんといただいてしまいました。いや、嬉しかったですね。ありがとうございます。よく似合ってますよ。ありがとうございます。去年先週でリュウちゃんに手紙をことづけて、あの手紙もとてもお礼言いそびれてしまってて申し訳ありません。この動画を借りてお礼言います。拙い動画ですけども、皆さん何かしら日々の心にポッと灯火が灯ったり、喜んでいただけてると思ったら私自身も嬉しいです。どうも大切に使わせてもらいます。ありがとうございます。まだまだ坂は続いて、時刻は間もなく9時 2.5 キロ、峠を越えました、はい、やりました。8時57分です、はい、違う、9時58分になったところです、はい、20… ああ、しんど。ああ、山がたくさん見える。先が長いからね、ちゃんとイーブンペースで行かなきゃ。無理して追いかけない、前を。前を追わない。追うな、前を。追うな。はよ、行け。パンダさんと一緒。はい、坂が多いと怒ってます。ではないですよ。練習には持ってこいですね。坂だらけやね。坂だらけやで。こんなやつだっけ。これは県道12号線です。まっすぐ行くと笹山まで行くみたいです。はい、左側の公園にお手洗いを使うことができました。はい、そしてまっすぐ。はい、はい、新名神の下をくぐります。左に行くと武田を経て武田温泉だよな。
高津川上の方のまっすぐ行くと笹山三田です。はい、稲川の上流です。10時8分になりました。1時間31分経過、距離は 11.3 キロです。まっすぐ行くと一倉、左に行くと三田笹山です。はい、山だらけ。いい天気になってきてん、うん、このコースのおすすめポイントは何ですか？あ、どこ走ってるかよく分からへんとこかな。意味不明。意味不明。はい、ここは稲川渓谷ラインです。稲川渓谷ラインっていう道やって、ここ。へえ。稲川これからね。へえ。稲川渓谷ラインを走っております。はい、レンゲ畑です。はい、レンゲ畑です。はい。こうやって急行田にレンゲを植えることによって田んぼを活性化させる農法があるって聞いたことあります。レンゲ畑あんまり見ないんでね、こうやって見るとちょっと嬉しい、懐かしい感じしますね。向こうの梅の木と相まって、あー里山って感じする。栄養学ですか？栄養学関係ないんですけど、匂いがね、久しぶりにこの、あー懐かしい匂い嗅いだって感じがする。はい、そうやね、ちょっと車が多すぎてね、駅前って感じだったから、やっとね、都会の喧騒から抜けてたって感じするわ。はい、あと2キロで道の駅稲川に、はい、立ち寄ってみましょう。はい、あ、そう、黄色にいっぱい咲いてるで。あ、菜の花かな。いや、嬉しい。いや、菜の花や。いや、嬉しい。やっとなんか大会みたいな気分になってきたわ。50キロ大会。素敵素敵。小さな田舎です。稲川イノシシ。そうやん、かわいいやろ。さっきからね、ちょっと立ち止まって撮りたかったチャンス到来。東光寺木時期です。行ってみる？ん？行ってみる？いいの？うん、ちょっと立ち寄ってみることにしました。はい、小安カルナ。はい、ちょっとお手洗いお借りしてください。に到着しました。時刻は10時35分、14.1 キロです。はい。ちょっとここで休憩します。はい、春だね。春やな。うん。菜の花とかレンゲとかね。ああ、8分、距離は 17.07 キロ、ふるさと館です。純吉があまりにもうるさいので、ここでちょっと早いですけど食事にします。弁当です。純吉弁当あります。早よ食べさせろっちゅうことやんな。ごちゃごちゃ言うてからに、後なったらな、おやつ食べたらええんだよ。おいしそう。じゃーん。純吉はですね、ダイエット中でちょっとご飯の量を毎食 100g にして、タンパク質と野菜を多めに摂るようにしてます。それでなんと、専門学校に行って太った5キロを今のところ3キロ減、この1ヶ月ほどで成功しております。詳しいダイエット方法はまた別の機会にお伝えします。りゅうちゃんのもお揃いですよ。いただきます。ささみ
のオリーブオイル焼きです。あれね、筋トレはブロッコリーとささみだよね。じゃーん。ゆうちゃんはご飯多めの野菜ちょっと。純吉弁当食べます。これはごぼうとこんにゃくの、甘酢炒め。どうですかね、お味は。美味しい。うん、よかった。すでにバテてみやけどな。でもやめるとは言わんで、うん、あと35キロぐらいあります。うん、余裕余裕。そのペースさえ無理せんかったら。ちっちゃい稲川です。めっちゃちっちゃい稲川。なくなりそうやん。またまた長い登りがやってきました。結構厳しい坂です。純吉選手を見てみましょう。見えますか？どうでしょう。頑張ってます。最後尾です。はい、ちょっとインタビューしてみたいと思います。どうですか？足の付け根がちょっとこんな長いこと上り坂なことってもうそうなかったんでね。はい、ちょっと足が悲鳴を上げてますね。はい、やっぱ人間の体って何にでもすぐ慣れてしまうようになってて、こういうのやってなかったらやってないなりの体にすぐなるんですね。いやー、もう参りましたね。マイペースに行きたいと思います。リュウジさん何ともなさそうですね。何なんですか一体。いやいや、何ですか？何ともないことないよ。結構きついよ。ちょっとひょうひょうと走ってて腹立ちますね。どうせ3日後ぐらいに筋肉痛とか言うんでしょうね。バカって感じ。カッ。最後尾のランナーが走り出しました。最後の力を振り絞ってますが、まだ、距離は半分ぐらいしか行っておりません。大丈夫なんでしょうか。リタイアはあるのか、電車のエスケープあるのか、乞うご期待。延々と坂が続きます。ああ、きついねこれは。はい、ここが峠です。ここからが兵庫県稲川町、ここから先は大阪府能勢町になります。あ、長い坂道でした。ゴール。ここから大阪府に入ります。能勢町。今何やったんや。稲川町。あ、稲坊さらばやな。能勢。稲坊のマンホール取られへんかった。はい、ようやく下り坂になります。府道602号島能勢線でしょうか。はい、当初の予定ではこの602号線をまだまっすぐに行く予定でしたが、ちょっと純吉選手だいぶバテてますのでショートカットをします。ここから先、この603号線の方で稲川まで行くか、日生中央もしくは山下あたりでゴールになるかもわかりません。笑っております。なぜか笑っております。気が触れたんですよ。これはまあまっすぐ行って国道に出よう思ったけど、こっち行った方がちょっと近いから車少ないし、なんか笑ってます。どうしたんでしょうか。しんどすぎて。失礼な。大丈夫ですよ。楽しまなきゃいつ行かない時も。おお、楽しんでるわけですね。という心境ですよ。なるほど。決して気がピーなわけじゃない。失礼しました。何言うねん。おお、びっくりした。競技の結果、
今ショートカットに選んだ道から川西の瀬口まで18キロということでしたので、はい、なんとか頑張るそうです。あの正解を聞くまで20キロ超えたらショートカット、10何キロやったら走ろうと思って聞いたんですよ、はい、18キロと聞いて頑張ります。ぐるっと一周回ってことになるもんね。もうねちょっとね足のねなんか今まで痛くなってないようなところがね付け根とか痛みを感じてるんですけどねあらこれはでもあの洗礼ですね。初めてロングを走る人の洗礼みたいなもんですわ。お聞いてんの？のどかやねアホ。お行くのさっさと走らないちょっとおかしくなったんでしょうか。173号線に出てきました。はい、173号線まっすぐ行くと長い長いトンネルになるんで、はい、トンネルを迂回するためにちょっとだけ遠間になりますけど、右の方の道にそれていきます。ちょっとだけってどんぐらいなんでしょうね。1キロくらいですかね。いや 2,3 メートル違いますかね。はい、カット。多分あると思う。ここから こっちの左の方に入ります。おー、イエーイ。173号線から外れて、龍華渓流地区の方へ向かいます。地名湖。時間は14時55分。距離は間もなく36キロです。競技の結果、山下駅ゴールになりました。山本？山下？山下。これは龍ちゃん提案です。私ではありません。ええー、ねん、出別に乗せ口まで行ってん。いや、もう提案飲んだ後だから変更は聞きません。ここをちょっとのんびり歩いて走って終わりにしたいと思います。外国みたい。あ、ここにもトンネルあるで。発掘？発掘調査？トンネル。いや、あれって昔のトンネルが発掘されてるって感じや。昔道やったんちゃう？でもあの下って湖やんな。昔はあれ埋まってなかったんじゃん。かもな。水没したんじゃん。わあ、すごい景色やな、やっぱ。うん、骨か。うん、そうやな。あんな小島に行かれへん。いろんなことしてんな、このダムは。うんうんうん。のんびり。あのちょっと思ったよりもヘロヘロになってしまいました、久しぶりで。まあでもやっぱり普段ね、あの同じとこばっかり走ってる中でこうやって久しぶりに違う街の様子を見れたり、あの長い坂道走れたり、本当楽しい一日になりました。やっぱりロングランって楽しいなって思いました。皆さんもぜひあの知らない街を走ってみてください。いつもと違う発見があると思います。りょうじさんはどうでしたかね。はい、練習になりましたね。練習になりましたね。はい、ちょっといけたけどね。前まであんなに走れとったのがなんでかちょっと分からへんぐらいしんどかったわ。やっぱあれですね、定期的に練習するっていうのは大事ですねって感じでした。俺は行けた。それでは皆さん、またね。
ットで。はい、天禄にやってまいりました。純吉さんの専門学校に魚を下ろしている魚徳さんです。あ、やっと。あ、おはようございます。接客中なんでちょっと待ってましょう。うん、これすごい美味しそう。あ、タコもいいな。タコいくら？450円です。じゃあそれも一緒に。プリンの専門店やつ、せっかくさんの。すごい、ちょっと買って帰って家で食べれるのかな。いいですよ。はい。いや、おいしそう。ね、カウンターで待ったら一本ね。もう受信料。受信料。どこである。どこで。どこで。あ、じゃあこれで。サンキュー。サンキューちゃうね、動画やね。あ、そうなんですね。俺の。受信料。受信料ですね。ありがとうございます。一回でもええから、うん、一平帽子なんですけど、かぶって、いや恥ずかしい。なんでですか？厳重にしたんですけど。魚徳さんの帽子？いや、そんな、めっちゃかわいい。いや、もう僕の好きなブランドなんで。いいんですか？あ、かわいい。ちょっと早速、はい、すいません、いただきました。うわ、ありがとうございました。あ、かわいい。では早速。はい、行きますよ。あ、お願いします。はい、チーズ。よいしょ、よいしょ。オッケー、サンキュー。すみません、いただきました。ありがとうございます。ちょっとね、行きたがってたんですよ、前々からね。めっちゃ似合うんじゃないこれ。嬉しい、ありがとうございます。趣味に合わないか。いや、自分じゃなかなかね、選ばへんような参拝だって。最近はちょっと女の子たちは被ってはり、女子たちは。いいんですか、こんな。ほんまにありがとうございます。いつも楽しい動画を。ほんまありがとうございます。いつも美味しいお魚をおろしてもらってます、学校に。いや、嬉しいです。もう記念品までもらっちゃって。坂上さんもランナーです。いや、メールにもメールにも書かせていただいたんですけど、ほんまにテレビの向こうっていう感じだから。僕にしたのスターに向かって。ただのご飯ですよ。いやこんなご時世じゃなかった。そうですね。